ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。私たちセレスティアです。よろしくお願いします。本日は命の音楽祭ボリューム15にお呼びいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、このイベントはリブホー、このイベントはリブホーライフミラコ基金の主催の骨髄ドナー登録啓発のイベントです。リブホーライフミラコ基金とは2005年にホンダミナコさんが、緊張してるみたいで可愛いに言えますね。2005年に急性骨髄白血病で亡くなってしまった歌手のホンダミナコさんが発案して発足された難病支援の NPO 団体になります。 NPO 団体になっています。骨髄ドナーに登録できるのが18歳以上、55歳未満との健康な方と限られていますが、この方が登録できます。そして、現在、登録の適合の確率っていうのが兄弟姉妹間でも1/4、血のつながってない赤の他人となると数百から数万分の1という、もうごくわずかな数になってしまいます。明日を迎えれるはずの人たちが明日を迎えれるように、よければ皆さん少しだけ知ってもらえるということだけでもお願いしたいです。お願いします。そして ありがとうございます。そして本日こちらのブースですね、こちらのブース、嘘間違えました、こちらのブースですね、あちらに募金箱がありまして、骨髄ドナー登録についての詳しい冊子があったりしますので、よければお手に取っていただけると嬉しいです。そして本日募金していただいた方には、あそこに飾ってあるあの青い乳酸菌ドリンクがプレゼントしていただけますので、よければみんなゲットしてこの暑い夏を乗り越えましょう。お願いします。お願いします。私たちはですね、8月8日にデビューしたばかりのアイドルグループです。今から一人ずつ軽く自己紹介していきたいと思います。セレスティアのリーダー長谷川ひよりです。はい、いちごが大好きな神木ななみです。ななみ、はい、三重県出身メンバー1、色白女、松島かほです。かほです。はい、16歳日本と中国のハーフ、毒舌アイドル早瀬凛です。やりはい、じゃあ自己紹介が終わったということで、ラスト1曲になっちゃうんですけども、ありがとうございますなっちゃうんですけど、ランニングスタートという曲を披露させていただきます。この曲はですね、みんなで盛り上がれる曲なので、タオルか、お手持ちのタオルか腕などをね、空いてる方は回していただいて、みんなで楽しんでいきましょう。あー、キーって言っちゃった。ありがとうございます。でリーダーの日和ちゃんがですね、サビの時に合図してくれるので、皆さんよかったら一緒に楽しんでいきましょう。それでは聴いてください。ランニングスタート。今
ございます。ありがとうございます。はい、では最後にセレスティアからのお知らせです。この後、15時半からまたこちらのにぎわいマルシェさんにてこちらでパフォーマンスをさせていただきます。そしてその後、アイドルパーティーさんにて18時からパフォーマンスもさせていただきます。よろしければ皆さん会いに来てください。お願いします。お願いします。そしてセレスティアとセレスティアこのままこちらで交流会を行いますので、よろしければ会いに来てくれると嬉しいです。私たちのデビューシングルスマイルオブエンジェルもご用意していますので、よろしければちょっと見るだけでも来てください。お願いします。そして今日新規でグッズを買ってくださった方にはお手持ちのスマホで写メ1枚プレゼントです。よかったらお越しください。はい、その他のライブ情報やですね、他にメンバーが気になってくれたよって方は SNS もみんな頑張ってますので、ぜひチェックしてあげてください。それでは以上、私たちセレスティアでした。ありがとうございました。